足跡が残る砂場競技用の砂場砂場とは、保育所や幼稚園、学校といった教育施設、公園などに設けられる遊び場で、地面に開けられたくぼみに砂を満たしたものである。また、固く踏み鳴らされた地面と違い、衝突に際して砂の粒子の一部が流体となって、衝撃を吸収するため、滑り台や鉄棒の着地場所に設けられたり、 走り幅跳びなどの競技において着地場所として、専用の砂場も設けられる。砂遊びを楽しむ場所としては、砂を固めて様々な形状を作り出し、楽しむことができる。また、一箇所に砂を集めることで山を作ったり、そこに横穴を掘ることでトンネルを爆すといった造形が可能である。スコップやバケツなどの道具を持参して役立てることもある。複雑な形を作るときなど、 強度が必要な場合は、水を用意して、水分を含ませるなどして、泥にし、硬さを高めることがしばしば行われる。水がホースなどで、継続的に供給可能な場合は、川や湖を片着すこともできる。主に小学校にある砂場では、理科の教育に関連して、磁石を用いた砂鉄の採取が行われることもある。地面に敷かれた砂。 泥に触れるのであるから、雑菌を手に残したままにならないよう、遊び終わった際にはよく手を洗うことが重要である。管理があまり行き届いていない施設では、土壌汚染やガラスの破片などの危険物への注意も、怠らないようしなければならない。野良猫などの侵入の対策がなされていない砂場は、猫や犬の糞便で汚染されていることが多い。土基礎プラズマなどの寄生虫の感染源となるため、 注意が必要である。衛生と安全を保つために砂を加熱し古いに、家計物を取り除くなどの対応を図る砂場も見られるが、維持費用の増加が問題となっている。ありがとうございます。